でもそうではないぞと、これはまずい、立ち向かわなきゃならないぞと思ったのが、3月の19日、長崎大学からですね、放射線健康管理リスクアドバイザーという名前で福島県に山下修一という教授がやってくるわけです。私は田中さん、それから広瀬隆さんにですね、19日の段階で電話でいろいろご相談ができていました、幸い。ですからこの山下という人間がどんな人間かすぐに分かりました。チェルノブイリの事故も小さく見せようと、何にも問題がなかったかのように取り繕ろうとした人間だというのも分かりました。3月の21日、福島市でですね、この山下の講演会があったんです。山下は20日からですね、福島県内各地、各市町村が主催するという格好にして、市町村がですね、山下の講演会を開かされたんです。安全宣伝キャンペーンがいよいよ始まってしまったんです。もう嘘でたらめ、とんでもないことを言っています。100ミリシーベルトでも大丈夫っていうのはまだ序の口なんですよ、皆さん。空間線量というのがもう最近は分かりますよね、何マイクロシーベルト、まあ、こちら東京でもいろいろ。汚染のことが話題になっていますので分かるかと思います。20マイクロシーベルト30マイクロシーベルトなんてのは皆さん気にしなくていいんです。じゃんじゃん子供を遊ばせなさい、100を超えたら心配しなさいと言ってたんです。で、今その福島県のホームページ、それが見れます。放射能の影響はくよくよしてる人に来るんだ、ニコニコしてる人には影響がないんですよ、笑い事じゃなくて本当にそう言って歩いたんですよ。私は当然反応しました。田中さんから教えていただいた今現象がどうなっているのかということ、彼らに対してもそうですが、今言ったような話をね、皆さんと同じように福島の市民も聞いてたんです。ふざけた話を笑いながらですね、聞いていたんです。私は福島市民にもですね、これは警告しなきゃいけないと思って、皆さん方も田中さんの見解聞きたいでしょと言ったらば、聞きたくないってヤジが飛ぶんですよ。で、話し始めるとやめろって言うんです。それでも私が話を続けると、帰れって言われたんです。もうとにかく怖くて怖くてしょうがないんです。例えて言うと、全く心の準備のない人が突然がんの告知を受けたようなもんなんですよ。私もそこまでは気が回りませんでした。私の方が罵倒されるというのが3月の半ば、山下たちが来た頃の状況でした。それにつけ込んで安全宣伝キャンペーンが行われます。先ほど言った20、30マイクロシーベルトなんていう空間線量は気にするな、100になったら初めて心配しなさいと、今そのホームページ、県のホームページでそれを見てください。皆さん映像も見てほしいですが、映像を見る、クリックする、下に小さい文字で修正文が書かれています。講演中、100マイクロシーベルトとあるのは10マイクロシーベルトの誤りでした、訂正しますとあるんですよ。彼はその後、今ではですね、市民の追及で、まともに市民の前に立って講演会できなくなりました。一般の人が入れないような、医者たちとかそういう人たちだけを対象にしたものしか喋れません。そういう中でですね、彼は本音をぽつりぽつりと言い始めました。なんで自分が100マイクロシーベルトなんてことを言ったのか、あるいは年間被曝で100ミリまで大丈夫なんていうことを言ったのか。彼はもともと年間10ミリでも20歳以下の人たちはがんの発生リスクがあるという論文を1年半前に書いてるんですからね。10ミリ派だったんですから、それがなぜ100ミリなんてことを言ったのかというのを医者たちに解説してですね、本当のことを言うと真っ先に逃げ出すのは医者だと、医者がいなくなって医療崩壊を防ぐための政治的な判断だったと言ってるんですからね、幾重にも馬鹿にした話じゃないかと思います。その医者たちですが、これもまた福島がどうなったかということの一つとして聞いていただきます。今その山下はですね、福島県立医大、福島県内の医療の中核的な存在、
ここなしではですね、ここの協力なしでは県内で病院を営業できないというような県立医大の副学長に収まりました。しかし副学長といいますが、私が主に学長以上のおそらく権限を持っているはずです。先ほども政治的判断と言いましたが、福島県の知事、いろいろ問題ありますが、それでもいろいろ国に要望要求を出しまして、国の方でも補正予算を組みながら、時間をかけながらもなんとか要請に応えよう、例えば補償の問題に取り組もうなどといろいろやっているわけですが、誰にも相談せず突然言い始めて、山下さんがですよ、鶴の一声で1000億円の事業を作れるんですよ。国はその発表があった後に、このお金は基本的に国が払わねばならないというふうに言い出すんですよ。下手な大臣よりも権限持ってるんですよ彼は。こういう人間を福島に送り込んできた人間って一体誰なのか。形の上では知事が招聘したことになってますが、そんなはずはないと私は思います。恐ろしいほどのですね、お金と決定権を持った人間が福島を動かしてるんです。で、医大の副学長になって福島県内の医者ただの一人も反旗を翻しません。情けなくてしょうがない。福島県内で広島の被爆者の支援もやっていた、一番頼りにしていた先生、実は私の主治医でもあったんですが、一番最初に寝返ってしまいました。彼は医療生協という、まあ、言ってみれば共産党系の病院で働いていて、最も期待していた人なんです。有名な広島の被爆者ブラブラ病などをやってこられた日田先生、彼らともですね、一緒に協力しながら働いてきた先生なんです。日田先生は非常にショックを受けられて、今まだ福島に行く気になれないっておっしゃってますよ。まあ、それくらいですね、医者は全滅です。全員の口をつぐんでいます。我々に連絡を取ってくれるお医者さんが数名いますが、名前だけは勘弁してくれ、自分も家族は逃がしたんだ、しかし自分は医者だから、患者を置いては逃げられないから自分だけ残っている、いつかは協力したいと思うが、とてもじゃないが今名前は出せないという状態だそうです。